アンソニー・ジョセフ・ドレクセル一世は、アメリカ合衆国の資本家、銀行家、JP モルガンカンパニーの前身となる、ドレクセル・モルガンカンパニーの共同設立者である。白愛主義者でもあり、ドレクセル大学の創立者。ドレクセル大学のアンソニー・ J ・ドレクセルの銅像1871年に、JP モルガンカンパニーの前身となる。 ドレクセル・モルガンカンパニーを投資家であり、銀行家の JP モルガンと共同でニューヨークに設立した。1880年に、ウィンスロー、ラニアー &CO ーが4000万ドルの社債を引き受けたニューヨークセントラル鉄道を共同経営した。また、エジソン電気照明会社へも共同で融資を行った。1933年のグラス・スティーガル法により、 ドレクセル・モルガンカンパニーは、預金銀行業へ先進するモルガン系企業となった。1965年には、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのプライベートバンキング部門と合併して、ドレクセル・ハリマン・リップリーとなった。1970年代半ばには、ファイアーストーン・タイヤラバー・カンパニーに、株式の1、4を売却して、ドレクセル・ファイアーストーンとなった。これより、先の物語は、 マイケルミルケンを参照されたい。博愛家でもあるドレクセル一世は、どんな経歴を持つ者にも、実践的な芸術と科学の教育機会を提供することを目的に、1891年、後にドレクセル大学となるドレクセル芸術、科学、産業大学を出生地であるペンシルベニア州フィラデルフィアに創設した。ありがとうございます。